やったー、 Thank you、 ありがとねー。そしてレベル5へ。はい、チーズ、よし、お待たせ。ジョセフィーヌ。ジョセフィーヌって名前にしよう。かわいい。ね、馬が死んじゃってね、それをね、今ちょうど、一旦セーブして、トイレ行ってる時に、ババ切り札にね、ちょっと相談したんですよ。馬死んじゃったんだけどって。そしたら、十字キーをね、長押し、下長押しで馬復活するよ、みたいな。って言ってて、ちょっとやってみまーす。あ、ほんまやん、ほんまやん。ババキリありがとう、馬復活したよ、イエーイ。ということで、次のクエストに行きましょう。あの人すごいな。慎重に行こう。警戒が厳重なようだ。こいつ暗殺して大丈夫かな。なんかあそこすぐ近くに人いるからな。ちょっとおびき寄せようか、こっちに。確かに何か聞こえた。おいで。おいで。おい、どこだ。かけん。落ちんちん、プチューンと。落ちた。よいしょ。普段なら他の者にやらせるんだが、この死にもしや取り方を知ってはいないだろうな。下がれ。それ以上近づけば血が流れるかもな。だが私の提案を聞けなくなるぞ、傭兵。いい仕事をしている。見事だな。あんたの仲間に同情してやる義理はない。仲間ではない。金で雇っているだけだ。これで契約も打ち切りのようだ。キュクロープスの手下じゃないのか。お前たちのような者が神話を信じるのか。
その怪物のことじゃない。男の名前だ。あんたはよそ者だな。何をしに来た。その通り、私はケファロニアのものではない。あるものを探しに来た。一緒に来てくれ、カサンドラ。あんた誰だ。どうして私の名を。キラノ・エルペノールだ。どうやってお前の名を知ったか。お前と同じことをした。人に尋ね、教えてもらった。誰に言われてきた。好奇心が旺盛だな。大事なことだ。いろいろと知っているようだな。本当に知りたいのはお前自身のことだ。私についてはいずれ話そう。大切なものが盗まれ、イタキ島へと運び込まれた。ペネロペの布だ。お前にそれを奪い返してもらいたい。ペネロペの布？オデュッセウスの妻の？冗談だろ。その布の一部だ。ありえない。もし存在するなら、価値は計り知れない。だからこそ取り戻したい。イタキ島は小さな島じゃない。もっと情報がいる。オディッセウスの家から調べるといい。今はもう残骸だが、愛し合う者たちはそこで再会を果たした。わかった。引き受けよう。簡単に行くとは思うが。だからこそ報酬をもらう。なら話は決まりだ。港に手漕ぎ船がある。使うといい。それほど遠くへは行けないぞ。布を手に入れたら、ゼウス神殿まで持ってきてくれ。わかった。それと傭兵よ。しくじるな。